伊藤大会は、北海道茅部郡鹿部町出身のプロ野球選手、宇藤左田、北海道日本ハムファイターズ所属、東京オリンピック野球金メダリスト、祖父と父が多骨ボ漁師の家系に長男として生まれる。父は、同郷の元プロ野球選手、森田美幸人同級生であり、幼少期には森田から直接指導を受けたこともある。 小学校では、鹿部クラップユーズに所属。中学校では、函館東シニアに所属。中学卒業後は、駒沢大学附属とマコマ高等学校に入学し、2年春に第86回戦抜高等学校野球大会へ出場。初戦の創生館高等学校戦で、完封勝利を挙げた。一学年下には、若林学人がいる。その後は、 駒沢大学に進学し、公式野球部へ入部したが、4年間プレーするビジョンを描けなかったとして1年次の10月に中途大学、翌春に苫小牧駒沢大学へ再入学した。北海道学生野球連盟の規定で公式戦への出場が1年間できなかったが、この間を強化期間と位置づけてトレーニングを積み、 二年時に公式戦デビューを果たして、リーグ戦で6勝を記録すると、大学日本代表に選出されて三年時に抑えを、務めた。2020年のプロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから1位指名を受け、契約金1億円出来高払い、年俸1500万円で入団に合意。日本ハムが北海道に移転した2004年から、初めてとなる。 北海道出身のドラフト1位入団選手となった。背番号は17。2021年は開幕ローテーション入りを果たし、3月31日の埼玉西部ライオンズ戦でプロ初登板初先発。6回4安打1失点、毎回の8奪三振と高騰するも勝敗はつかなかった。その後は、球団記録、NPB 新人記録である、木田サムの、 初登板の初回から23イニング連続脱三振に並ぶ回答を続けたが、なかなか勝ち星に恵まれなかった。4月28日の福岡ソフトバンクホークス、戦でも6回4安打無失点と高騰し、5試合目の先発登板でようやくプロ初勝利を挙げた。交流戦では3勝、防御率0.90で2冠に輝き、日本生命賞を受賞すると5月28日の、 中日ドラゴンズ戦から7月9日の千葉ロッテマリーンズ戦までの6試合で6勝を記録。レギュラーシーズン再開後は先発予定試合が2連続で、雨天中止となるハプニングにも見舞われ、後半戦初先発となった8月20日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、自己アーストとなる10安打6失点を喫したが、同29日の西武戦では9回4安打3死球。 9奪三振無失点、自己最多となる134級の熱湯で、プロ初関東、初完封を記録した。10月30日のロッテ戦では7回1失点の、高頭で10勝目を挙げ、パリーグ新人で、唯一の2桁勝利を達成。球団新人としては2006年のヤギとや、以来であった。ルーキーイヤーは1軍で23試合すべてに、先発登板して17度の QS を記録。 安定した投球で年間を通して、先発ローテーションを守り、規定投球回に到達し、10勝9敗、防御率2.90と高成績を残した。2021年7月5日、コンディション不良により東京オリンピック代表を辞退した菅野智之に代わって、代表に選出され、中継ぎと指摘をされた。準決勝、決勝では、試合終盤の僅差の場面を任され、 2試合とも無失点の高級園で金メダル獲得に大きく貢献した。投球フォームはオーバースロー。大学時代でストレートの最速は時速 156km。変化球は厳密に言えば6種類あるというスライダーを筆頭に、スプリット、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム、カットボール、さらには最遅時速 72km を計測した。 スローカーブと非常に多彩な球種を投げ分ける。プロ入り後のストレートの最速は時速153キロメートル。相性はヒロ。幼少期から日本ハムのファンでダルビッシュ有のファンである。プロ入り前の2019年10月に YouTube チャンネルを開設し、野球少年や高校球児のためにトレーニング法などを積極的に公開した。日本ハムで同僚となった。 吉田厚生も伊藤のことをユーチューバーとして気になっていた。思っていたよりも真面目とキャンプ初日に伊藤をいじっている。2021年東京オリンピックの韓国との準決勝で相手ベンチから路人に関する指摘を受けた直後、全く気にしていない素振りで再び路人をつけた姿が話題となり、韓国国内から非難があった。当番後、 それに対して自身のツイッターでお色人を添えて意見を発信。このハッシュタグがトレンド入りし大きな反響を呼び、伊藤の代名詞にもなっている。ありがとうございます。